はい、どうも。ゆきでございます。今日はですね、2013年の6月9日につけた、まあ、5年ぶりぐらいの、5年もののね、ブランデーウイスキー、サントリーの VO、でつけました、ブランデーのね、梅酒。ブランデー梅酒をね、飲んでみたいと思います。こちら配合表がこちら書いてあります。年代がね、2013年6月の9日、サントリーの VO が 640cc と氷砂糖が、355g プラス2粒となってます。まあ、大体半量ぐらいで、あれしたんですね。うん。1対 0.5 ぐらいで。あ、1対2ぐらいで、ね。2対1か。サントリーを2に対して、氷砂糖1ぐらいの割合で入れた。これをさす、先ほどこっちに詰め替えまして。それでね、飲んでみたいと思います。5年ものです。ちなみに梅はね、1年経ったら、取り出しましたね。取り出さない方が良かったかもしれない。普通に取り出さないでほっといた方が良かった。ほっといた方が意外と、うまいかもわかんない。それでは完璧。サントリーの VO がアルコール度数37度ぐらいなんで、まあ大体37だから、まあ18度ぐらいになってる。サントリー、ブランデー。サントリーのブランデーね。サントリーのブランデーは、まあ、安い。まあ、安いっちゅうのが取り柄。安いっちゅうのが取り柄。サントリーの VO。まあ、多分一番安いレベルのブランデーですよ。いただきまーす。うん。梅の香りが、ちょっと酸味のあるような香りがします。結構酸っぱいですね。うん。酸味があって非常に美味しい。うん。うん、結構甘いな。うん、結構甘い。うん。結構甘いです。サントリーの VO はですね、Amazon で、あ、4リッターのやつしか売ってない。4700。これ高い。あった。640cc で925円。うん。うん。うん、美味しい。まあ、基本的に梅って取り出した方がいいとかって聞くけど、まあ、なんか腐敗とかするっていうからね。まあ、なんか腐敗とかしたりするから。まあ、今年もちょっとあれやな。梅つけてみようかな。また梅酒でもつけるか。もう5年も経ったんだな。そう考えると。うん。あ、ちなみにその、つけた梅の動画が多分あると思うんで。おそらく昔あげたやつがあるとは思います。ので、梅酒と。うん。梅酒と。まあ、URL 貼っときます。酒好きな俺が5種類の梅酒を作ってみた漬け込み編です。これです。まあ、個人的にはやっぱりスピリタスの梅酒が一番うめかったな。まあ、未だに多分スピリタスの梅酒あると思うけど。今回はあれかな。梅シロップ作ろうかなと思うんですよね。梅シロップも割と作りたいんで。
梅シロップ。まあ、そろそろ時期ですからね。そろっと梅酒の時期ですからね。うん。あの、1年前は。ギリギリですね。あ、うめ。うん。ちょっと酸味はあるけど、まろやかで美味しい。ちょっと甘いかな。もうちょっとあれだな、砂糖3分の1ぐらいでいいかもな。この感覚だと。砂糖3分の1ぐらいでいいと思う。で、ちなみに梅シロップやともう、あれ氷だと使わなくて、もう普通に砂糖だけドバッと入れちまえばもう、ええと思うんだよな。おそらく。あの、640ml か。てか、ブランデー基本的に少ないですね。よりもやっぱりメジャーではある。うまいかメジャーではある。だってあのね、1.8L。ブランデーの、梅酒用ブランデーのなんか、カップで売ってます。大丈夫か。ギリギリ大丈夫です。よくわかんないけど、640ミリリットル。ブランデーだけ。他のところも他の。このね、瓶がね、これどこで買ったんだっけ？これ多分ダイソーで100円で売られた瓶だと思うんだけど、100円か200円。これ何リッターかっていうと、多分1リッターぐらいのやつですかね。あー、わからん。1リッターじゃねえな。1リッター、2リッターぐらいのやつかな、これな。2リッターか3リッターか4リッター、3、4リッターもね、4リッターかな。3リッターぐらいだと思うけど。見た感じ、3、1、2、2リッター、7、1が新重視。2リッターぐらいかな。2リッターぐらいの瓶やと思うけど。うん。まあまあ。まあ、梅ジュースも美味しいっすからね。うん。梅ジュースも美味しいからな、普通に。俺も梅ジュースが大好きでさ。夏とかにやっぱね、あの酸味があるやつ。うん。青梅で。作る梅ジュースは本当に美味しい。うん。ああ。美味しいな、これもな。うん。やっぱ梅入れといた方がよかったな、これな。やらかしてるね。梅入れときゃよかったんだよ、梅。梅をさ、入れときゃよかったんだって。絶対。梅酒の梅をね。入れとけば、もっと美味しくなったと思いますけど。まあ、でも、スピリタスの梅酒はあれやねんな。
本当に美味しい。スピリタス梅酒は本当に美味しい。うん。前飲んだと思うけど。4分の1ぐらいでいいかな。ああ。梅に対して、あれ、梅に対して氷だと1対1で入れたけど、梅1対2ぐらいで入れていいと思うな。うん。これ、梅のグラム対氷砂糖1対1で入れたから、だからちょっと甘いんだよな。うん。まあ、こういう、どういう味わいになるかって、まあ人それぞれやけど、甘いの好きやったら梅対、梅と、ねえ、氷砂糖1対1でもいいんだけど。うん。これだとちょっと甘すぎるから。ちょっと甘いっすよ。うん。またあれかな、梅酒をちょっと作りますかね。うん。いや、梅酒も作るかもわからんな。うん。まあ、スピリタスの梅酒作ろうかな、またな。まだスピリタス梅酒あると思うけど。せやな、今度何で作るかな。まだスピリタスの梅酒あるとは思うんやけど、どこ行ったかな。多分段ボールのあたりに眠ってるやろ。ちょっと水で割ってもらう。うん。うん。あ、美味しい。何で作ろうかな。もう5月やからな。もう5月のあれやからな。もう梅売られてるで。梅買ってきて、つけっか。うん。梅つけましょうか。まあ、基本的にスピリタスでつければほぼほぼ間違いないからな。今日はあれやな、あそこ行って買ってくるか。スーパー行って梅買ってこうかな。スーパー行ってそろそろ確実に売られてるはずやから。東京やったらまあ、新潟でも6月10日に漬けたってことは、ほぼほぼ間違いなく東京だったらもっと暖かいから。うん。間違いなく売られてるはず。うん。まあ、ブランデーでつけてもうまいけど、やっぱりアルコール度数高いやつでつけた方が、まあ、間違いなくうまい。これは間違いない。だから、スピリタスは本当に最強レベルの。
あれやな、やっぱりあれやな。ここで後悔はやっぱりあれやね。梅の実を残しとくべきやった。梅の実を残しといて、そのまま入れっぱなしにしとけばよかったっていう。でも5年ものはなかなか飲めへんやな、これな。しかも自家製や。俺製やから。俺特製、ブランデー梅酒。なかなか買えへんね。もう今日今から行ってこようかしら。今から梅買っとこうかな。梅は時期に取り逃すともう取れへんからな。買えへんくなるから。ほんと5月、6月、あのあたり。5月から6月のあたり。だいたい1ヶ月か2ヶ月ぐらいしか売ってない。5、6の。5月、6月のこの2ヶ月しか売ってないからな。梅酒作りたい方、梅ジュースとか作りたい方は、絶対これは覚えておいた方がいい。ほぼほぼ、あとネットで買うしかないからな。まあ、やっぱり、旬の時期を逃すと、もう手に入らん。野菜と違って、梅は、ほぼ手に入らんから。市場に出回らんから。ほぼ出回らんので、まあネットで買うしかないんだけど、まあ、ぶっちゃけネットで買ってもあれやん。例えば冬にさ、買ってもさ、多分あんまうまくない。旬じゃないから。おそらくあんまりうまくないと思われる。うん。ということで、美味しゅうござんした。これ、レビューする、した方がいいこれ。せやな。まあ、一応レビューしとくか。コクはあって甘みも強い。甘みつぼし、香りはまあ、強い。まあ、これ美味しいっすね。うん。まあ、ブランデーは普通にうまいっていう感じっすね。まあ、こんなとこか。4544です。ご視聴ありがとうございました。